YouTube をご覧の皆さん、どうもちゃんです。オープニングを見たら分かりますように、ね、もう皆さん集まっていただいたんで、でね、なんかちょっと話し合ってるうちにアットポーさんがね、そこいますけど、アットポーさん出てきてください。はい。なんかね、ディアージュになりたいってことなんで、この試練をね、乗り越えてあの女性にたどり着いたらディアージュになるということで、じゃあアットポーさん、盾を壊していってください。マジで彼女、ちょっと皆さん、うわー、彼女、皆さんと見にくくないですか？見にくいですね、ちょっと、もう殺しますか？皆さんやりましょうか、じゃあ。いやー、まあ、リアージュにね、やばい、皆さん、リアージュになりたい、ちょっと早いですよね。じゃあ、また違う変わったわけですはい、次の茶番としては、福男ではなくリア充男ということで、向こうのね、キャベツ畑にいる女性のところに一番早くたどり着いたやつが、リア充になれるということで、皆さんに集まっていただきました。ちょっとね、じゃあインタビューしていきましょうか、意気込みの方。タピオカさん、どうですか？いや、とにかくね、その女性の方に近づいて、うん、リア充になって、うん、幸せになりたいと思います。タピオカさん、リア充になったらチャンネル者数めっちゃ伸びますよ。もうそれを言ってもうとにかく近づいていくぜ。じゃあ次はアサシンさん、どうですか、名前的にも。いやー、もうとりあえず本当ただ単にとりあえずリア充になりたいですね。そうですね。じゃあゆうきさんどうですか？いや、向こうのキャベツ畑の女の人もね、はい、望みだと思ってリア充頑張りたいと思います。了解です。次はナマズさん、どうですか？キャベツ畑の女の人に出会っていい女性と会いたいと思います。はい。じゃあ、だるまさんは、スカイプがないんで終わりということで、次はいろはさん、どうですか？あれですね、リア充になって人生の勝ち組になりたい。勝ち組ですか？喧嘩売ってますね。じゃあ浩平さん、どうですか？浩平さんはまあいないということで。はい、じゃあアットポーさんは、お、来ましたね。早く言ってください。ああ、じゃあちょっと、まあこれもう福男になれなかったら男の子と付き合うことにします。あ、男の子ですか？僕実は男の子なんですよ。はい。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いしますと出ましたが、はい。じゃあラッキーさん、ちょっと言ってもらおうかな。来年こそはリア充になっていいスタート切れるように頑張りたいと思います。いいですね。じゃあヤシャマルさん、イケボのヤシャマルさん、どうぞお願いします。はい、彼女作ってセックスしたいと思います。それはちょっとピーヨン入れますね。はい、じゃあちょっとアイマさんはあれじゃないですか、マミガチ勢じゃないですか？いや、まあガチ勢ですけど、はい、まあちょっとこれで優勝できなかったら、あの街に EMP システム落とそうと思います。怖い。じゃあフェイトさんはあれですね、ちょっとレキのエンブレムで僕の嫁を奪ったという。え、どうですか、イケボの方は？はい、いないということで。フェイトさんいないですね。じゃあというわけで僕向こうで待っとくんで、あ、せっかくだしね、ちょっとこっちでこれでいいかな。はい、というわけで向こうで待ちたいと思います。右側の通路からお通りください。皆さんから見て右側の通路、はい、ちょっと待ってるんで、もう右側ですね、こっちですね。ちょっとマップ開いていただいて、ここですね、こっち側にね、ちょっと皆さん通っていただいてということでお願いします。 OK ですか？はい。じゃあ車の方、はい、奥の方ですね。じゃあこの、美しい女性の名前、うん、名前なんか決めてください。ちょっと盛り上がる。ジョニーですね。ジョニー。はい、じゃあ命名ジョニーじゃんのためにね、じゃあ皆さんスタートしてください。いきますよ。はい、まだかフライングシグ。あ、待って、いきますよ。ちょっと陸上風でね、ちょっと言うんで、オンユアマックス、出た、セット、パン、オッケー、スタートしてください。タピオカ、皆さん、いつ来るんでしょうか。ちょっとタピオカ、チャスト早い早い。あはははは、やった誰がやった、誰がやった、首がない。首は僕がもういいな。
ジャンヌとかいう人にリア充の夢を語ってきましたね。はい、それはちょっと皆さんめっちゃ集まってますね。まあ、やはりね、まあ皆さんね、リア充になりたかったという思いで行ったんですけど、まあ、僕がね、彼女の首を飛ばしたということで、あえなくリア充で、なんかめっちゃ下打たれてる。はい、というわけでね、皆さん、はいはい、クリスマス、皆さん、いいクリスマス過ごしてください。というわけでね、はい、これでクリスマス動画終わりたいと思います。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いいメリークリスマスを過ごしてください。メリークリスマス。ちなみに言いますと、次年越し動画もね出すんで、もし年末暇な方いたら、参加をお願いします。というわけで、暇だよな、暇だよな、暇だよね、もちろん。まあ俺さ12時ぐらいで動画12時00分にね動画撮るんで、ちょっとまあ暇な僕はちょっと今回リア友と遊ぶんです。はい、了解です。というわけで、申し訳ないです、はい、ちょっとリアルの話置いといて、これでクリスマスね終わりたいと思います。はい、じゃあ皆さんさよなら。さよなら。